ラミンカルブルーはイラン生まれのカナダの俳優、ミュージシャン、シンガーソングライター。ロンドンを本拠地とし、主にウエストエンドやブロードウェイのミュージカル舞台に出演している。近年はテレビドラマに出演するなど映像にも進出している。正規の音楽教育は受けず、独学。船内のショーのパフォーマーとして雇われ、豪華クルーズ船に乗ってロンドンへ渡った。 ウエストエンドでは2002年にデビュー。2007年にウエストエンド史上最年少の28歳で、オペラ座の怪人の主役に抜擢された。アンドリュー・ロイド・ウェバーの作品に多く起用されており、オペラ座の怪人の続編となる、ラブ・ネバー・ダイズや、オペラ座の怪人25周年記念公演でも、主役を演じた。2010年の、レ・ミゼラブル25周年記念コンサートのアンジョル・ラス、役。 翌2011年のオペラ座の怪人25周年記念公演のファントム役、そしてデ・ミゼラブルのジャンバルジャン役では批評形から称賛された。最優秀男優賞を数回受賞。イギリスで名誉あるローレンス・オリビエ賞にノミネートされた経験を持つ。2012年には来日し、オペラ座の怪人25周年記念公演イン・ロンドンの DVD 及びブリュレーディスク。 日本版の発売記念イベントにてタイトルソングを披露した。レミゼラブルの後はライブツアーを行うなどミュージシャンとして活発に活動するようになった。初のソロアルバム h u m マン Heart を2012年にイギリスと北アメリカで発売。2014年4月にはミニアルバム The Road to Find Out ストをリリースした。なお、イギリスのコメディドラマ The SPA に出演し、テレビ俳優として、メジャーデビューもしている。2014年3月から、ブロードウェイの、レ・ミゼラブル、リバイバル公演で主役を演じ、ブロードウェイデビューを果たす。同役で、第68回、トニー賞ミュージカル主演団優勝に、ノミネートされた。またブロードウェイファンの投票により、2014年の、ブロードウェイドットコムスター・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。 2015年10月から来日し、日本で初演となる、ハロルド・プリンスの新作ミュージカル、プリンス・オブ・ブロードウェイに出演。さらに同公演終了後の同年12月には、日本初のソロコンサート、ラミン・カリム・ルーインコンサートの開催が実現した。コンサートでは、ミュージカルの曲とブルーグラスやカントリーなどのルーツ音楽を組み合わせた、アコースティックライブを主に行っている。ラミンは、 自身の音楽ジャンルをブロードウェイとブルーグラスのミックスという意味でブロードグラスと称している。2016年9月よりロックミュージカルマーダーバラットのウエストエンド公演でトム役として出演。また2017年には再びブロードウェイの舞台に立ち、1997年のアニメ映画を舞台化したミュージカルアナスタシアで舞台版オリジナルとなる悪役グレーブを演じた。 日本には公演やコンサートで複数回来日している。2018年7月、ミュージカルエビートのインターナショナルツアーによる来日公演では物語の語り手であるチェ役として日本公演限定で出演した。2019年放送開始から20周年を迎える BBC1 の医療ドラマホルビーシティにキアン役としてレギュラー出演。 ミュージシャンとしても活動を継続しており、2019年1月にイギリスでソロコンサートツアー、フロムナウオンを開催。同年4月に日本においても同名のソロコンサートを行った。またセカンドアルバムとしてミュージカルカバーアルバム、フロムナウオンを発売した。その他ニューヨークの BB キングブルースクラブグリルにおいて2012年以降継続的に、 ライブコンサートを行っている。一覧2012年1月には、オペラ座の怪人25周年記念公演インロンドン、DVD、ブルーレイディスク、日本版の発売プロモーションとして、同公演、クリスティーヌ・ダーエー役のシエラ・ボーゲスとともに来日。1月19日には、東京、塩止めの電通式劇場、海にて、発売記念イベントとして、舞台上で、タイトルソング、 オペラ座の怪人を披露。劇団四季の怪人役俳優の一人、高井治との共演が実現した。公式ウェブサイト、バイオ、2013年6月17日閲覧。AB、フーアムアイ、ブロードウェイズニューエストリーディングマン、ラミンカリムルー、オンヒズジャーニーツースターリングイン i ミゼラブル。プラビル、2016年4月21日閲覧。AB アルバム、 ラミンライナーノーツ、ロンドンウィル、デビューヤンゲストファントムインセプテンバー。プラビル、インク、2015年9月9日閲覧。AB、第68回、と認証候補が発表に。シアターガイド、2014年7月3日閲覧。 ザファンズハブスポークン L E S M I Z H E A D L I N E R R A M I N K A R I M L O I、S T H e B R、O I S T H E 二零一四 B R O A T W A ドットコムスターオブザイヤーブロードウェイドットコム二千十五年一月二日閲覧ブロードウェイの遺産が集結した奇跡の新作プリンスオブブロードウェイまもなく世界初演産経新聞社 2015年10月31日閲覧。日本初公演で、夢の共演、ドレドレドーレ、イベント、読売新聞へようこそ。読売新聞。2016年1月1日閲覧。A.B. ファントム、ラミンカリムルーヘッツバックツーヒズルーツウィズブロウウッドグラスバインド。映画ネットカンパニー。S, Company, 2017年1月13日、閲覧。 ファントムバルジャンを演じるスター、待望のソロライブ。PIA コーポレーション。2017年1月13日、閲覧。エビータ日本初オリジナル版ラミン、カリムルー、観客とつながりたい。産経新聞社。2019年8月25日閲覧。ホルビーシティスポイラース、ウエストエンドスターラミンカリムルージョインズザキャストアズ、ジャックネーラーエスネメシス。 アソシエーテッド・ニュース・ペーパースリミテッド、2019年8月25日、閲覧。ラミン・カリムル・キックス・オフ、ブロードウェイ・ツー・ブルー・グラス・ US ツアー・トゥ・デー。ブローデュア・ワールド・コム、2014年7月6日閲覧。ヨンスターズ、梅田芸ゲージズ・劇場。2014年7月5日閲覧。ミュージカル・スター集結。読売新聞。 2014年7月3日閲覧。ラミンカリムルーアンウンセス、ロンドンコンサート。ウエストエンドフレーム。2015年11月2日、閲覧。BWW インタビュー、ラミンカリムルーオンラミン AT ザパラディウム。BROADWAYWORLD.com。2016年6月17日閲覧。ラミンミュージカルコンサート。 2016年9月10日閲覧。ナショナルコンセールホール、ダブリン・ r t e コンセール・オーケストラ・ニューイヤーズ・イブ・ガラ。ザ・ナショナルコンセールホール、2016年12月8日、閲覧。ウエスト・エンド・アンド・ブロードウェイ・スター・ラミン・カリムルー2・ツビジット・ホーショーム。ザ・ディストリクト・ポスト、2016年12月19日、閲覧。白田優、世界最高峰のスターと共演。 本当にレア。ピア株式会社。2018年1月7日閲覧。ラミンカリムルーバックフロムブロードウェイ。サウスバンクセンター。2017年4月12日。閲覧。オンブロードウェイ。トロントシンフォニーオーケストラ。2018年3月9日。閲覧。70。ニューデイリー。2018年3月11日閲覧。ラミンカリムルービルプレイ。 オーストラリアウィズスペシャルゲストアンナ・オーバーン。プラビル・インク、2018年3月9日閲覧。コンサートザ・ベスト・オブ・ブロードウェイ・ W、ティチェ・ポルス・キム・ W、バルシャー・ベア、ザ・パイーズ。クルトゥレルン・メディア、2018年12月30日、閲覧。ラブ・オン・42・エヌ・ディ・ストリート・ CD、ウィズ、レア・サロンガ、ラミン・カリムルー、シエラ、ボーゲス・モア、リリース・ド・マーチ17。 プラビルインク、2 0 1 4年3月19日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年7月30日閲覧。ラミンカリムルー、ホアイアム、アイホーリング・フォーチルドレイン・イード・ド、ユア・ボイス・コンペティション。londontheatre1.com オンライン。2014年7月30日閲覧。同年のミュージカル主演団優勝を受賞した。 デイビッド・サクストンとはその後、ラブ・ネバー・ダイズで共演。同じく、ラブ・ネバー・ダイズのラウル役で共演した、ヨゼフ・ミルソンも、助演団優勝を受賞。2013ブロウ・デュア・ワールド、トロント・アワーズ・ウィナーズ・ワン・ウンスト・ラミン・カリム・ルー・ウィンズ、フォーレ・ム・アイ・エス。ブロウ・デュア・ワールド、コム、2017年2月26日閲覧。2014ドラマリーグ・ナマネシャンズ・ワン・ウンスト。 ブロウデュアワールド、コム、2014年7月20日閲覧。2014シアターワールドアワードウィナーズアウンスト、コーダロ、クランストン、ホール、カリムルー、プラマー、キーナン・ボルジャーモア。ブロウデュアワールド、コム、2014年7月20日閲覧。ラミン・カリムルー・リッシブストロントドーラアワードノミネーション、レミゼラブル・アーンズ、A トータルオブ11ナマネシャンズ。 ブロウデュアワールド、コム、2014年7月20日閲覧。ファーストエバー BWW アルバムアワーズウィナーズ、アンウンスト・フロム・ラミン・カリム・ルーツ、イディナ・メンゼル・アンドイフ、ゼン。ブロウデュアワールド、コム、2017年2月26日閲覧。ハリー・ポッター・リーズ・ウィナーズ・オブ・ザ・セブンティーンス・アニュアル、ワッツン・ステージ・アワーズ。 whatsons.com,、e. Inc.2017 年2月26日閲覧 n o m i n a t i o n s a n n o u n c e d f o r 2 0 1 7 b r o a t w a y c o m audience choice hours broadway.com2017 年5月24日閲覧 .inside broadway to honor ケイト・バートンラミン・カリムル・ウィズ2017ブロードウェイ・ビーコン・アワーズブロウデュア・ワールド・コム2017年6月11日閲覧オペラ座の怪人の怪人と歌姫が来日劇団式キャストと初対面を果たし会場は大熱狂シネマ・トゥデー2014年7月13日閲覧 A.B. フレキシング・ヒズ・マイト・アズ・ニューエスト・バレジアーン The New York Times Company 2016年4月15日閲覧世界一愛されているミュージカルオペラザの怪人時事通信社2014年7月13日閲覧 AB ラミン・キャラムルーシェアッツハウェイチイーシーズシアターディファレントリータデディックスインク2018年8月23日閲覧ハウ・ラミン・カリムループリディクテッド H.E.Wood Be The Youngest Phantom w e b e r プラビル、インク、2018年10月21日閲覧。2012年6月12日プラビルインタビュー2012年1月17日放送の、ワウワウプライムショー2012年6月12日、プラビルインタビュー、読売新聞2017年4月26日、有感球面、サイモンウェブゲッツネイキッドフォーキャンサーアウェアネス。 ミュージックニュース、2015年12月1日閲覧。The West End Heats, Up with the Arrival of West End Bears 2013, All the f n of the b e a r w w w l o n d o n t h e a t r e c h c o m 2015年4月28日閲覧。ラミンカリムルー、ナショナルアンセムズカナダ USAA。2014年7月13日閲覧。 インデプス・インターベラミン・カリムルートークス・サブカルチャー・ショーズ、ニュー・イピーズ、レ・ミゼラブル、ファントム・モア、ブロウ・デュア・ワールド・コム、2014年7月13日閲覧。ラミン・カリムルー主演のミュージカル、レ・ミゼラブル、カナダ公演に、コルム・ウィルキンソンが特別出演。シアター・ガイド、2014年7月4日閲覧。 ブロードウェイで最もセクシーな男トップ10が発表。スクリーンでおなじみの顔が多数、後編。海外ドラマナビ、2015年1月7日閲覧。ラミン・カリムルー SP インタビュー、プリンス・オブ・ブロードウェイ。サンケ k リビング新聞社。2015年12月1日閲覧。ボリューム1、レ・ミゼラブル・ラミン、カリムルーニューコンのバルジャン全楽チアキラク。 サンケイリビング新聞社。2015年12月1日閲覧。ラミンカリムルー。ザ・ボディー・ザット・ジーン・バレジアン・メイド。ブロードウェイ・スタイル・ガイド。2016年4月15日。閲覧。シロタ・ユー・ヨン・スターズ2017を語る。世界的なミュージカル界。トップスターが集結。E ・プラス・インク。2018年10月21日。閲覧。ありがとうございます。